ハローハロー、どうもクラスです。さあ今回はですね、スノーマンさんのフィールザライトラブリーリアクション&ダンス解説していきたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もほぼ初見なんですが、早速一緒に見ていきましょう。レッツゴー。さあ早速見ていきましょう。久々のスノーマンさんですけども、ラウール君パリコレ出たんでしょ。すごくない？びっくりしちゃったけど。じゃあ行きましょう。レッツゴー。始まった。スノーマンフィールザライトラブリー。あれ？ちょっと、もうかっこいいよ。ああ、やべえ。やべえ。いや、この人たちはね、踊れるスタイルの幅が本当に広いよね。すごいよね。ああ、いい画角。うまいですね。はい。あ、今のうまいですね。肩と首の使い方かな。うん。うまい。すごい曲いいじゃない。おおいい。すごいいいじゃん。いや本当に幅広いよな。これやっぱ各々で見せるところっていうのはやっぱね、一人ずつがうまいですよね。あ、このサビかな。きたー。いや曲いい。ドライブにかけたい。夜のドライブにこれぴったりでしょう。でここでね、この来るこの感じですよ。シンプルな動きをやっぱりしっかり見せれるっていうのはもう上手い人の証拠だから。うん。お、集まってきた。はいはい、ダンスブレイク。おい、目黒くんのあんなダッシュ初めて見た俺。うわ、うまい。あー、うまい。うまっ。あそこでそれ来る。そこでそれ来ますか。振り付けもめちゃくちゃいいね。あ、ちょっと俺も踊らして。すごいじゃない。あ、終わりかな。うわいや、もうすごく良きじゃないか。最高じゃないか。もう曲もダンスもさっきも言いましたけども、最高だし大好物でございます。私今回ね、振り付けをされているのが吉江さんということで、もうビバップクルーという伝説のチームの方なんですよ。僕ら世代で知らない方いないんじゃないかな。もうね、ロックダンスっていうジャンルをやっていたんですけど、そのジャンルにとってはもう神様のような存在ですよ。別名女アシュラと言われてたんですけどね、その方が振り付けということで最高でございました。と同時にね、やっぱり、ね、スノーマンさんもすごいよ。さっきね、見てる最中も言いましたけど、どんだけいろんなスタイル踊れるの。彼らの潜在能力なのがね、もうどのスタイルでもやっぱ高クオリティじゃない。いやすごいわ。ということでね、今回もダンスの部分を解説していきたいと思います。一緒に振り返っていきましょう。さあ早速振り返っていきましょう。まずはオープニングの部分ですよね。ここたまらんね。
最高。くそかっこよくない？このオープニング。ちょっともう一回見よう。ちょっとおかわりします。ここ、いいね。2カウントずつのポージングで18見せた後の4カウントの外し、これたまらんすね。この外しがね、ヒューってほぼ動いてないんですけど、これがいい雰囲気とつながりっていうのを作ってますよね。最初からダーってメロまで流れ込んじゃうと、そのメロとキレのある振り付けっていうのが生きなくなっちゃう可能性があるので、一度外してつなげるっていう、このかっこよさ。あの外しの部分はね、フリーで踊ってるのかちょっとわかんないんですけど、ある程度の形は決めてフリーっていう可能性もありますよね。彼らの実力なら全然ありえそう。さあ、そしてサビ前もめちゃくちゃかっこよかったですね。ここの後よ。ここ。これよ。これ。その動きが美しく見える体の向きっていうのを瞬時に作り出す。この辺もね、やっぱりさすがなんですけども、その後の片足体重ですよ。ここね、見ていただいて分かるんですけども、かかと浮かしてるんですよ。でもやっぱりブレない体幹と見せ方じゃないですか。ここも大変良きでございます。さあ、そしてサビですよ。皆さんお待たせしました。いきますよ。このステップね。もうめちゃくちゃうまいですよ。この曲のサビってズッパッズッズッパッって、後ろの音っていうのは実は割と強い音が鳴ってるんですよね。その体現として、今こう内股にしていたステップ、あれチャールストンというステップなんですけども、そのチャールストンというステップの際は、ここ肩ですよね。肩と頭を使ってそのリズムをしっかりと表している、ここの部分ですね。ここの部分なんですよ。そして全体として大人の余裕を感じさせるような力配分でこれを踊ってる。今の音のところ、歌詞に合わせて踊るところもそうなんですけども、ベースとしてこれを大切に踊っているので、やっぱり統一感、これもありますし、心地よさっていうのも感じることができるわけなんですよね。さあ、ここ私の大好きなシーンです。いきます。これですよ。これもめちゃくちゃいいね。この心地よさ。振り付けはシンプルだから簡単と思いがちですが、いいなです。テクニックが散りばめられているからこそのクオリティ。ここですね、体重移動と足裏、これをね、とても丁寧に使っているんですよね。ちょっとね、もう一度スローで、これ見ていきましょうか。ちょっとスローでもう一度いきますね。これ足裏見ててください。そう、しっかり足裏を丁寧に使っているでしょ。こういうことなんですよ。この足裏の使い方がとても丁寧でうまいんですよ。これがあるからこそ、やっぱり滑らかに流れるようにできているということなんですよね。さあ、そしてダンスブレイクの部分です。いきます。この後のターンもうまいんですよね。しっかり首を残してのターン。何回もね、今日は体幹とか、そういう基本的なところを言いますけども、こういうね、基本的な動きの美しさ、これがね、スノーマンさんの魅力の一つだと僕思ってるんですよ。さあ、続きも見ていきましょう。なるほどね。なるほど、なるほど。これ今気づいたんですけど、岩本くん以外は移動が結構こう忙しいんですね。ちょっともう一回見ましょうか。なるほどね。近しい、こう近い人もいますけど、いいね、岩本くんのさあ、行きますよって感じの余裕感がいいね。めちゃくちゃいい。さあ、この後も見ていきますよ。ドン。ここがめちゃくちゃうまいのよ。ここもうね、すんばらしいですね。すんばらしい。動きがね、綺麗だしかっこいいよねっていうのはもちろんあるんですけども、バランスですよ。ここに
注目していただきたくて、クラブステップの足ありましたよね。ちょっと戻りながらいきましょうか。まず最初クラブステップで見せます。ここですね、はい、クラブステップの足を維持した状態で上半身の動き、はい、をやりますよね。で、体を下に落としてですね、つま先立ちでの開き、ここですね、はい、どちらも共通しているのは不安定な姿勢なんですよ。でも全くブレてないでしょ、このバランスなんです。このつま先立ちなんかは、開きなんかはかかとがついてしまっているとやっぱりここまでの可動域っていうのは出ないんですよね、うん、だからつま先立ちでこれを表現してるっていう形なんですけど、やっぱねこの彼らのバランス力あってこそのこの動きですよね。さあ、そして奥深い濃いめのダンスブレイクの後のここですよ、これですよ皆さん、ここでこの振り付けですよ、このサビへのつなぎと振り付け、うん、ダンスブレイクがね今言いましたけども、割とこうギュッと詰まっている形の濃いめだったから、ここで欲しいのは濃厚アイスじゃないんですよ、シャーベットが欲しいの、さっぱりといきたいんですよ。これがねもうめちゃくちゃ大人というか、あー最高でございますね。さあ、そしてラストでございます。見てください皆さん、まるで水面に映る幻想的な光景のよう、逆さ富士のような、美しいですよねこれね。もう新紙幣の裏側これでいいんじゃないかね。えめっちゃ綺麗、スノーマンさんありがとうございました。はい、ということでスノーマンさんのフィールザライトラブリーリアクション&ダンス解説いかがだったでしょうか。今回は本当にシンプルイズベストな仕上がりだったんですけども、これがね成り立っているのはやっぱり彼らの基礎の部分ですよ。ここのレベルが高いからこそなんですよね。っていうことをやっぱり改めて皆さんにお伝えしたくて、そこをね中心に解説させていただきました。来週にはねオレンジティースのリアクションも出したいと思っておりますので、ダンスの部分でねより深く知ってみたいなという方は、見ていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、今後もですねこのチャンネルではアルティメット解説どんどん出していきたいと思います。今回見て面白かったよという方は高評価とチャンネル登録、あとですねツイッターの方もやっておりますので、もしよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で See you next time!